ポスト米英時代、スノーデンが、イスラム国は、米国、英国、イスラエルによって創設されたと証言。略称の語源はイスラエル諜報部、本部はワシントン、反イスラム国連合とは親子関係である。投稿者ポスト米英時代日時2014年9月16日22時間24分17秒、スノーデンが、イスラム国は、米国、英国、イスラエルによって創設されたと証言。略称の語源はイスラエル諜報部、本部はワシントン、反イスラム国連合とは親子関係である。夫婦喧嘩は犬も食わない、親子喧嘩は猫も食わないというが、ノムさんが育ててほしいのがいいと小鳥してわしが育てたと豪語するのとは違い、ヒラリーババのわしが育てたアルカイダの方で、ヒューマと一徹の関係で、親子でドルサニの星を目指し V 級戦士になろうじゃないかという話である。自分のところで育てては甘えが出るので、イスラム教徒養成ギブスが取れた頃に、お線香の星雲アルカイダ学園に入れて、PTA 会長のドラムスコ、リンチュータとバッテリーを組ませて、911甲子園大会では、ビルの制御解体に従事し、そこで永遠のライバルとなるザワガタミツルやサモンバグサクに出会い、以前一徹にコーチを打診して断られたネタガミアフハル監督が指名してゴミウリシークレッツに入団し、オバカサダハルや長島チャメオスの訓導を受け、人工津波1号や人工地震2号や原発爆破3号を完成させてセパ両リーグを制覇し、大リーグに乗り込み、テルアビブドジャーズでは新人にもかかわらずエースのバグに次に2番手のポジションを獲得する。いよいよイスラムシリーズが開幕という時に、バグの経歴詐称が発覚し、バグはリバプールに強制送還され、ヒューマがいきなり昨年ワールドシリーズを制したネタニヤフキャメロンズとの試合に先発し、ファンからはウマーとかウマルという愛称で親しまれることになるが、実は一徹の妻はアキコを産んだ後に亡くなり、男の子が欲しかった一徹は、タイガーマスクが育った孤児院で赤ちゃんポストに子供を投函しようとしていたタルカーンパンチラシビレル氏に会い、その子を私にくださいと頼み、お名前はと尋ねたところそんなことをお願いできる筋ではありませんが、タルカーンは私と同じで、パンチラはかわいそうだからパチラにしてエロさを低減し、シビレルも変だからシビルにしてやりましたとタル氏が答えたところ、わかりました。私は自分の子供ができたら五作か四作か、太郎兵衛と皆さんに親しまれるというかあざ笑ってもらえるような名前にしようと考えていましたが、お父さんが付けたタルカーンパンチラシビレルじゃなくて、タルカーンパチラシビリアンコントロールじゃなくて、タルカーンパチラシビルで役所に届け出て、源氏名はヒューマで、愛称はウマルということで、立派な手の詐欺の星に育てて、必ずやパンチラさんに喜んでもらえるような立派なバカに育てますので、地球号に乗ったような気持ちでいてください。それじゃあお約束の、おっさん二人で夕日に向かってダッシュと、ウサギ飛びと行きますかーなんて秘話があったかどうかは知らないが、下手な戦争詐欺も大概に西洋と遠吠えしながらエンディングである。思い込んだあら、偽善の大道を、行くが朝西の王道根性、真っ赤にバレるビジネスモデル、ダボスのジジイが消えるまで、やらせを流せつべこで言うな、行け行け埋まる、バレていけー。ポスト米英時代、日露演習再開、津波共同研究、ミニア、土地に震度5である、反イスラム国連合がイランとシリアを拒否である、参加されると便乗侵略ができないからである。投稿者ポスト米英時代日時2014年9月17日13時間10分53秒、日露演習再開、津波共同研究、ミニア、土地に震度5である、反イスラム国連合がイランとシリアを拒否である、参加されると便乗侵略ができないからである。なぜ土地になのかはわからないが、日露でイチャイチャすんじゃねえよ地震であり、311詐欺がバレるから共同研究やメロ2の地震であることは明らかである。ポロチンコが白旗を上げたな、やっぱりガスだよねーということで、これから納豆軍団も絶対ガスだよねーと折れてくるはずである。これでロシアも、こら、イスラム国と反イスラム国連合を、前原枝の一派と、維新とみんなが自公と戦ってるふりをして繋がってるみたいな茶番をやめろ、連中が小沢潰しで結束してたみたいに、アサド潰し、ひいてはイラン潰しが目的なのはバレバレだぞ、トロイの木馬の敵様バージョンはやめろと、イスラム国詐欺と討伐詐欺に待ったをかけられるわけである。ついでに、イスラム国がウイグル詐欺を始めたな、随分余裕かましてんじゃねえかよ。おバカな空爆するぞ言ってきてるのに、中国とも戦う余裕があるってどういうことですかね。もしかしてオタクら見に行ってんじゃねえの。それと、あの戦闘服、嫌におしゃれですけどファッションデザイナーに作ってもらったんじゃねえの。覆面もあれは何ですか、ミルマスカラスですか、プロレスですか、マッチ売りのポンプですか。イスラム国と反イスラム国連合で合併して、シリアを侵略する会を結成した方が潔くないですか。それじゃあ世間体が悪いとそういうわけですか。ああそうですか、つうか、いつまでもふざけたことやってると。米国債全部元、かっこ、現に換金するぞありゃーといったところである。もう世界中が、ドル詐欺のからくりを知ってしまったし、誰も米軍が正義だなどと思ってないし、大統領がダボスバーグの操り人形だと知ってるし、サウジ建国イコールナチス建国イコールイスラエル建国イコールイスラム建国イコール反イスラム連合イコール米英仏イコールダボスバーグだとバレているから、何をやってもまたお前か、あれもお前か、全部お前かと思われてしまうから、多少アレンジしても無駄だし、騙すゴミの報道は今やノイズ扱いで、スケベ親父がカラオケで気分よくな成り立てているのと同じで誰も聞いておらず、そんなに聞いてほしいなら、ネットでツイッターや LINE で双方向勝負しろや、亀田みたいに猫パンチ繰り出して、あとはクリンチとか、一方通行でマス回転じゃねえぞと思われているわけである。ドル詐欺体制の終焉である。サウジ建国者イコールナチス決闘者、イコールイスラエル建国者イコールイスラム国建国者である、イコール反イスラム国連合イコール米英仏で、イコールダボスバーグということである。投稿者ポスト米英時代日時2014年9月17日23時間57分36秒、
サウジ建国者イコールナチス決闘者、イコールイスラエル建国者イコールイスラム国建国者である、イコール反イスラム国連合イコール米英仏対で、イコールダボスバーグということである。マッチのポンプによるポンプのための詐欺だったということで、ポンプが何をしてくれるかではなく、マッチがポンプに対して何ができるかが詐欺の要諦なのである。つまり連中は、乱のないところに乱を起こし、善人ずらして侵略を繰り返してきたということである。そして、ある程度侵略が完成したら、今度は分断統治と仲たがいを消しかけて支配してきたが、それが飽和状態になり、ネットの速報性と双方向性も相まって詐欺的な手法が全く通用しなくなり、原点の暴力的手法で乗り切ろうと舵を切ったが、過去の歴史が教えるように、人類の反発を食らって立ち往生しているところである。ウクライナ詐欺に失敗し、イスラム国詐欺も失敗しつつあり、現在まあまあうまくいっているのがエボラ詐欺だが、これもエイズ・サーズ・牛豚鳥詐欺を思い出し、インディアンをどのように滅ぼしたかを考えれば、医療メジャーによるマッチポンプであることがバカでもわかるわけである。連中は、ネット時代も、マスゴミを抑えておけばバカを騙せると踏んでいたようだが、騙すゴミというレッテルを貼られては嘘報道自体が逆効果となり、一方通行のプロパガンダが、かえって連中が墓穴を掘る原因になってしまったのである。そこで秘密保護法となるわけだが、分断統治が崩れた中での秘密指定は火に油を注ぎ、連中と部下の間での、秘密に対する共通認識を共有するのは至難で、恋のリークと無邪気なリークが混乱に拍車をかけてしっちゃかめっちゃかになり、皮肉にも、情報漏洩が止まらずに結果として情報フルオープンということになってしまうわけである。連中は、双方向プロパガンダを完成させてからネットを解放すべきだったが、完全支配を急ぎすぎて墓穴を掘ってしまったのである。ポスト米英時代さんの記事を3本読み上げました。時間の都合で割愛した記事が他にまだあります。読みたい方は本家サイトへどうぞ。毎度ながら、僕の読み間違いが潰しきれてなかったらご容赦ください。ではまた。